じゃあ落ちてこない。ほら、目取ってね、目取ってね、うん、うん、目はちゃんと取ってくるよ。ここにあるのに目取れる、簡単に取れるやつ。もぎもぎ、うん、止まらない予感。止めたらいいんじゃない、自動で止めたらいいんじゃない、自動で。なんかこうだ、ここ多分ギリギリにした方がいいな。そうすれば止まる。スパーンって言った。もっと薄くなかった。そんなことない。薄いと入んないんだよ。あ、そう。ってる。このぐらいでしょ、本当、本当このぐらいで。このぐらいでしょ、うん、やってみる。あ、わかった。こっちは切れないんじゃない、うんうんうん、あ、こっちは切れてないからか。そう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 、切れないくなるんじゃない。どっかが止まってれば離れないわけだから。飛び出たね。飛び出たね、これ。どうなのよ。え、あ、その犬にいるの。そうです。だから、あんまり動いてダメじゃない。じゃなくて、この厚みを考えればいいんじゃないの。半分ぐらいに切って入れた方が良かった、ね、だってこれちょうどいいんだよ。これさ、笑わせないでしょ。いや、職人的にどうなのよ。最強スパイシー。あ、このすすぎたい。なんで、だから、あ、このすすぎたい。これ、これも後のとしますかね、うん、横から見るとなんか、こっち映してたの。それはどうだろう。わかる、取れた、こっちが取れたから、あ、ぶつかれた。ちょっと浮もう待ちきれない。そっちはこっちはいけるんじゃない。焼き戻し。
焼けてた焼けてる。うん、そういう、うん、おいしい、ちょうどいい、うん、ちょうどいいかも。程よく、そう、あの醤油の味がして、ほんのり、うん、甘みもあって、うん、あっちの方にもふわーって行ったの。うんうん。で、あ、行っちゃったと思ったら、まだいるって言われたから。すごいね。来てくれた。無知はそこじゃないの。もうちょっとで片付け終わるからね。ちょっと待っててね。とテントだけです。さっき霧なのは天気良くなりました。いや大丈夫かな。よくもうんうん。お花さん。おり、こっち。ノリノリ。うん、格好してる。なんかノリノリ。また新しいとこ。あ、見えてるからさ、行ってみようと思って。行け。
れてる、あ、行けるじゃん。あ、階段あるわ。あ、なんだ、階段ある。階段あるか、階段で行こうか。あ、無理無理無理、こっちこっち、階段あった。うん、よいしょ。待って待って待って、むちゃそんな、もうあんたプランがなかったでしょ今。よいしょ、はい、あー見えてきたよ。今回はずっとだね、歩きが。稲川市どこだよ。むみむみ、オートキャンプ場の近くにありそう。なんかガランガラいてるのに、どこんちの人。もちゃん、これでブロッキーだね、君たちは。ちょっとどいてくれると取れるかな。おお、すごいんだけど、ほら。本当だ。いや、これはすごい。だってこうだもん。うん、うん、これ以上行っちゃうとね、戻るのに大変だもんね。うわ、あれ多分遊覧船だ。あっちキャンプ場だよ、やっぱり。なんとか浜なんだよ。帰ろうか、帰ろうか、もう、もう帰るでしょ。帰ろ帰ろ。帰りは帰りで万代山見ながら帰れる。むちゃん、むちゃん後で水飲む。そんな水飲めない。でも流れてるよって顔しお水入れてくるの忘れちゃったよ。大丈夫？うん、大丈夫。ラスト出てるね。ちょっと抱っこしてこっか。ないの？鼻？水いらないの？飲むでしょ。今すごい顔してる。いらないけど。姉ちゃん、もういかない、はい、お姉ちゃん、なんか渡してくれる。いいかげん、うん、山ちゃん、はい、横取りが、もう水大丈夫って言ってもさ、飲むからね。いや、飲んでいいよ。飲みな。いや、じゃあ座って。三角に見てるわ。麦の匂い入ってたね。美味しい成分入ってる。普通の醤油だよ。これが何だっけ。これが煮干しだ。煮干し美味しそうだな。塩も迷ったんだよな。そう、塩も。色全然白いの。どっちも味がわからない。垂れてる垂れてる。
であと2時間ぐらいプラスすると仙台まで行く。あと山形。そうそうそう。山形だと3時間4時間プラスだな。